2011年12月17日に札幌リコーダー協会練習場で行われた忘年会にて、千成敏夫は日本における音楽教育学の先駆者の一人、チェンバロやリコーダーの演奏家、古学の演奏、普及のために、いくつも団体を設立し、演奏会の企画、古学の資料研究や解説に尽力した。 1931年1月2日、北海道足別市で4男3女の次男として生まれる。富岡国民学校を卒業後、学徒動員により三笠の炭鉱で働く。北海道学芸大学一類中学校音楽科を卒業し、札幌市立品の中学校、札幌市立北栄中学校に勤務する。古学の演奏、普及のために、 札幌リコーダー協会を設立する。北西学園男子高校、東京芸術大学音楽科へ留学し、服部構造に音楽学を支持する。北西学園女子短期、大学不設保育教育専門学校。北海道大学大学院教育学研究科、教育方法を修了する。京都教育大学に勤務し、 広島大学教育学部福山文校の助教授となる。文部省在外研究員として、ハンガリー家中継名と及び、米国ミシガン州立大学で研修する。奈良教育大学の教授、広島大学教育学部の教授、山口芸術短期大学の教授。北海道の内営文化ホールの運営顧問として、勤務し、名寄市立短期大学部の非常勤講師、 北広島市へ転居する。となる。札幌リコーダー協会に復帰し、北広島古学愛好の会を設立し、演奏会の企画、資料研究、解説に尽力する。2017年11月25日に永民する。地なり年を変著、達成目標を明確にした。 音楽家授業改造入門基礎学力保障のために、明治都市を出版。1982年、千なり都市を、竹内俊一編著。視点を変えた音楽の授業作り音楽の友者、社。1988年、マルコムテート、ポールハック著。千なり都市を、竹内俊一、山田淳二教役。音楽教育の原理と、方法音楽の友者、社。1991年日本音楽。 教育学改編、音楽教育学の展望に音楽の友者、1998年、ちなりとし早川正明編著、音楽教育学教職科学講座、第22巻、福村出版、1990年、ちなり夫監修、吉田隆史編著、音楽科教育の理論と実践、音楽科教育法現代教育者、1996年、 千成りとし音楽教育における、目標設定の基本原理京都、教育大学教育研究所処方、1973年3月、千成りとし JS バッハのカンタータにおけるリコーダーについて、京都教育大学企業 A 人文、社会44万1974年3月、千成りとし音楽の授業成立に関する一考察、北海道大学教育学部企業、 1975年12月、ちなりとを音楽教育における、教材論への試みレガード・ビーマイヤーの書論を、中心に、広島大学教育学部起用第4部、1976年、ちなりとを音楽教育の教育過程構成に関する若干の、問題マイナス1広島大学教育学部起用第4部、1977年、ちなりとを 音楽教育の教育課程構成に関する若干の、問題マイナス2広島大学教育学部起用、第2部、1978年、ちなり年宇田雅子、音楽教育の教育課程構成に関する若干の、問題マイナス3広島大学教育学部起用、第2部、1980、ちなり年を、宇田雅子、音楽教育の教育課程構成に関する若干の、 問題マイナス4広島大学教育学部起用第2部1981地なり年を音楽教育の教育課程構成に関する若干の問題マイナス5対広島大学教育学部起用第2部1982地なり年を米国における音楽教育カリキュラム改革マイナス1から60年代以降の動向をめぐって奈良教育大学起用人文 社会科学三33万百八十四年十一月、ちなりとし音楽教育の展望、教育の危機的状況をめぐって、学部集研究二百九十二万千九百八十四年十二月、ちなりとしヘルマンヘッカー先生のこと、書層図書館法、付録千九百八十五から零一なら、教育大学付属図書館、ちなりとし八木章一、 吉田隆氏、音楽科の授業構成に関する一子論北海道大学教授学の探求3万1985年3月、千なり都市を、米国における音楽教育カリキュラム改革 -1 から60年代以降の動向をめぐって、奈良教育大学企業人文、社会科学33、P87 から107、1984年11月、 ちなりとを、米国における、音楽教育カリキュラム改革マイナス2から60年代以降の動向をめぐって、奈良教育大学企業人文、社会科学34万1985年11月、ちなりとを、教育法をどう捉えるか、音楽教育学、19万7612たがか、ただし、とし松根を、ちなりを、児童芸術と評価における、 測定の問題、音楽教育学、十九万八千0 0日なり年を、音楽学習における、個人差と授業、音楽教育学、九1986日なり年を、高須はじめ、三村和則、中西匠、音楽の授業における、概念形成と表現に関する研究、カノンの授業の教授学的分析を通して、日本教育方法学会、第二十六回大会、 2017年9月、内は演奏で出演した、団体、楽器、歌のパート、担当など、1966年10月、ジェース・バッハのゆうべ札幌リコーダー協会、1967年9月22日、札幌リコーダー協会、第2回演奏会、1968年11月6日、 札幌リコーダー協会第3回演奏会1969年11月12日札幌リコーダー協会第4回演奏会1970年9月22日札幌リコーダー協会第5回演奏会チェンバロガンバ等の小楽器導入1971年11月24日札幌リコーダー協会第6回演奏会1972年10月14日 京都リコーダーコンソート第1回定期演奏会1973年10月13日京都リコーダーコンソート第2回定期演奏会1974年10月12日京都リコーダーコンソート第3回定期演奏会1975年10月4日京都リコーダーコンソート第4回定期演奏会2004年8月1日グループ コンティニュー第4回夏の演奏会2005年7月30日、グループ。コンティニュー第5回夏の演奏会2006年6月19日、画廊コンサート古学シリーズ第2回、グループ。コンティニューグループ。コンティニューは、子、安倍俊明が1999年に設立。ちな俊夫さんは、第4回夏の演奏会から、安倍氏が成居されるまで、 安倍氏の伴奏者として活躍された。8月25日グループ、コンティニュー第6回夏の演奏会、チェンバロ、2006年11月25日札、大京合唱サークル、僕創立15周年記念第2回コンサート、札幌リコーダー協会三女出演、2007年8月20日、グループ、コンティニュー第7回夏の演奏会、 チェンバロ、二千八年九月三十日、画廊コンサート古楽シリーズ第八回、グループ、コンティニュー、二千九年九月十三日、札幌リコーダー協会第十七回演奏会設立50周年、記念二千九年七月十七日、青春コンサート出演二千九年十一月八日、古楽の、香りコンサート二千十年八月七日、グループ、コンティニュー、チェンバロ、 バスリコーダー、2013年5月1日、北広島古学愛好の開設率居住地、北広島市に、古学団体を創設する情熱を傾ける2013年6月7日、合唱、福島レクイエム復興支援、チャリティコンサート、企画、構成、合唱バス、2014年9月15日、 札幌リコーダー協会第18回演奏会2014年11月29日ピティナピアノステップ北広島古学愛好の会合唱バス2015年4月29日北広島古学愛好の会第1回演奏会企画構成解説合唱バス2015年12月12日ピティナピアノステップ北広島古学愛好の会合唱バス 2016年4月29日、北広島古学愛好の会、第2回演奏会、企画、構成、解説、合唱バス。2017年9月23日、北広島古学愛好の会第3回演奏会、企画、構成、解説。ありがとうございます。